こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の冬の着こなしを爆上げさせる冬コモのベスト5というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、これまでの動画の中でも様々な冬のアイテム、皆さんにご紹介してきたかなと思います。コートですとか、トップスですとか、ボトムス、あとは靴だとか、まあ、いろんなものをご紹介しましたが、今回はそれらの洋服の主役ではなくて、そういったものを脇で支えるような 冬小物ですね。こちらにスポットライトを当てながら、まあ普段の着こなしをさらにアップデートできるようなものをですね、皆さんにしっかりとお伝えをしていきたいなと思っています。まあ僕自身ですね、小物は大好きでいろんなものをトライしてるわけなんですが、冬というのはやっぱりですね、寒いのでいろんな小物をうまく取り入れることで暖かくもなるし、なおかつ見た目の部分でもアクセントを加えることができるので、結構ファッションが楽しみやすい季節かなと思います。今回ご紹介した中で、どれか 2点でも加えるだけでだいぶ普段の着こなしの雰囲気が変わるかなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからは具体的に冬小物を皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目ですね。これはもう主役級の小物になってくるかなと思うんですが、こちらですね。 マフラー、これだけは外せないんじゃないのかなと思います。首元があったかいだけで体感温度ってだいぶ変わってくるかなと思うんですね。そして首元って結構着こなしの中でも目立つんですよね。まあ、言ってしまえばボトムスよりも上半身にあって顔周りにあるアイテムの方が目立つので、ここら辺はですね、しっかり投資した方がいいアイテムなのかなと思います。マフラーはもう本当にピンキリで安いものから高いものまであるんですが、 個人的にははマフラーはちょっと頑張っって買った方がいいかなと思うんですねというのも、アウターみたいなアイテムって、本当に値段、これこそピンキリなんですけども、安いものだったら気軽に買いやすいですが、ダウンだとかコートの高いものって、ちょっと手が出ないと思うんですね。もう平気で10万円を超えてくるので、そういったものでちょっと贅沢をするのは、なかなか現実的ではないかなと思うんですが、マフラーに関しては、もちろんリーズナブルなものもありますが、 がが頑張っても多分手が届く範囲内だと思うんですね、まあ、今回ご紹介したいのは、まあ、こちらではないんですけども、シップスのカシミアダブルフェイスパネルマフラーというもので、金額が12,980円。マフラーにしては決して安くはないんですけども、コートとかそういった大物に比べると、割とですね、上品なものでもトライしやすい価格帯かなと思います。そしてマフラー自体にはそんなに大きなトレンドってないんですね。なので 一度買えば結構長く使うことができます僕が今持っているものはこれはですね数年前にエリフィスで購入したものでネイビーとグレーが混ざったような色合いのもの結構ベーシックで使いやすいんですがこれなんかもですね、まあ、数年経っても全然使うことができますし今はもうこういった雰囲気のものをたくさん売ってますので、まあ、そういった意味では1個あればコストパフォーマンスはすごく高いようなアイテムかなと思います、まあ、このようなマフラーというのは結構セレクトショップのオリジナルが良いものをたくさん さんん出てるんですね僕も普段のスタイリングでいろんなお店を回っていく中で結構よく使ってるのが シップスのマフラーなんですね。こちらのマフラーはカシミアを使っているので風合いもいいし色の発色も綺麗だしすごくバランスがいいんですね。まあいくつかはカラー展開があるんですが個人的にもう圧倒的な一押しはネイビーですね。まあネイビーと言いながらもですね結構複数の色を使っていましてネイビーとブルーとあとはグレーを使っていてさらにはブラウンだとかグレージュみたいな色も使われているのでこういったものを巻くことで結構ですね のの色がが混ざり合う形ででですすすごくくバランスいいいんですねね、まあ、こちらの写真を見ていただくとです、ね、ネイビーだとかブラックのコートの上にしていますが濃くて暗いコートの上に乗っかってもすごくバランスが良くて馴染むんですねというのもマフラー自体がネイビーブルーを使っているのでコート自体のダークネイビーブラックとも相性がいいですしあとはコート自体をベージュだとかグレージュにしてもマフラー自体にブラウンだとかベージュの色があるのでこれまたうまくマッチするのでこの 1本のマフラーがあればあらゆる着こなしですとかカラーのコートにはまるというところではまあ、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますで、様々な色が交えるような形で巻くことができるので巻き方によってどのあたりの色が見えるかも全然変わってくるのでそのあたりも楽しめるのかなと思いますまあ、個人的にはワンループですねまあ、ちょっと軽くやりますけども本当にシンプルな巻き方が今はいいんじゃないのかなと思いましてまあ、以前だと結構ピッティ巻きとか僕の動画の中でも 解説しましたが、まあそういった巻き方もいいんですが、もうワンループ、こんな感じですね。ちょっとマイクがあるので不安ですが、こんな感じで。 ザクッと、あんまり小綺麗なワンループよりは、ザクッとこのような形でワンループで巻くのがいいんじゃないのかなと思いますね。この見え方ってどちらを前にするかでも全然変わるので、ぜひ皆さんもですね、こういったマフラー、特にチェスターコートだとかステンカラーコートのようなロング丈のものにはこういったものめちゃくちゃ合いますので、ちょっと贅沢な1万円台前半のものでカシミヤ素材のものを買っておくとすごくバランスがいいかなと思います。まあ、単色のものよりは ちょっと色の混じりがあった方が僕はオシャレに見えると思うんですね。というのも冬の着こなしってコートはブラックだとかネイビーだとか、まあ、ダークグレーが多くなるかなと思うんですが、まあ、そういったところに彩りを加えるには複数の色を使ってたりだとかチェック柄だとかそういったバフラーがすごく有効かなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2点目のアイテムなんですが、手袋ですね。これまた冬に欠かせない小物の一つかなと思います。まあ皆さんもすでに手袋は持ってるかなと思うんですが、こういった手元ですね、結構目立つので、まあぜひですね、一つでいいので、ちゃんとしたものを買っていただきたいなと思っています。まあこれもマフラーと同様にですね、そこまでトレンド感強くは出ないアイテムなので、一度買えば結構長い期間使えるかなと思うので、まあぜひちょっとですね、頑張って買っていただきたいなと思うんですね。まあ、個人的にお おすすめしたいのは結構ですね、手袋はシップスがいいんですよ。これ2つ連続で続いてしまいましたが小物系は結構シップス僕は強いかなと思います。で、今回おすすめしたいのはシップスエニーのタッチパネル対応のムーンチェックレザーグローブというもので、これはですね、表面ですね、甲の部分には英国の上質な生地ブランドのファブリックを使っていまして、これチェック柄になってるんですね。個人的にはダークグレーがですね、まずは一押しなんですね。 まチェック柄なんですけども正直色はすごくシックなのでそこまで派手感がないのでこれだったら結構ですねスーツだとかビジカジ系の着こなしにもしっかりと合いますしカジュアルでも使えるというところでかなり使える範囲が広いかなと思うんですねこのチェック柄めちゃくちゃいいですダークグレーとあとはネイビーもなかなかいいですね表面の甲の部分はウール100%になっていて今度手のひらの部分ですねこちらは羊の皮なんですねこちらを使って ていてまあレザーになっているんですねで羊の皮って柔らかいですしかなり動きやすいのでまあ、そんなにこう使っていて違和感があるようなものではなくてすごく日常使いしやすいような上質なですねグローブに仕上がってるかなと思いますまあ、全部がレザーだとそれまたちょっといかつく見えるので程よくカジュアルさと綺麗さがミックスされた この雰囲気は毎シーズン定番となってやってるものなんですが、まあ、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ちなみに手の甲についているですね、ムーンと書いてあるタグに関しては、これは取った方がいいです。結構これをですね、付けっぱなしの方いらっしゃると思うんですね。まあ、今回は手袋なんですけども、コートとかジャケットにもこういった生地のタグが付いてることが多いんですが、それは必ず取った方がバランスがいいかなと思います。結構タグ自体がかっこいいので、付けっぱなしでもいいかなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、結構 ついてることで、取取り忘れれててまませんんかかっっ感じじるる方方もいいいいいののでこはたがゃななと思いますで一応、レザーの部分もタッチパネル対応になっているので、手袋をつけたままでもスマホの操作も可能だったりするので、そのあたりは結構ですね、機能的にはアップデートされているのかなと思います。僕も結構いろんな時期に手袋を買って使っているんですが、数年前のものはタッチパネル対応してないものも多かったですので、まあ、そこら辺はですね、新しいものに変える一つの材料にもなるのかなと思っています。 まあ価格は7920円ということで、決して安くはないんですけども、一度買えば長く使えるというところでは、使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、これもいいんですけども、もう一つですね、お勧めしたいものがありまして、それがですね、ノースペースの E チップグローブというものですね、これまた大定番で、僕自身も愛用してるんですね。まあ残念ながら今日自宅に置き忘れるというですね、通恨の密をかましてしまったわけなんですが、 めちゃくちゃ使い勝手がいいです。僕は買って今年で3年目になるのかな。まあ全然下手れないし、まあガンガン使ってもですね、耐久性のあるような、そんな手袋になってるんですが、まあ本当にデザイン自体はシンプルですね。僕はブラックのものを使ってるんですが、ブラックベースに対してシンプルなノースペースのロゴが入ってるだけの本当にですね、使い勝手の良い,いデザインになっています。主にダウンだとか、ちょっとスポーティーな着こなしの時には、こういったスポーツアウトドア系のブランドを使ってあげる バランスがいいかなと思うんですが。 例えば NG な着こなしがありましてアークテリクスのアウターを羽織って手袋がノースフェイスっていうのは結構ですねブランドの喧嘩するのでそのあたりは注意をしていただきたいなと思います、まあ、セレクトショップのオリジナルのダウンだとかあとはユニクロのダウンだとか、まあ、ブランドのロゴが出てないものに関しては手元にですねノースのロゴを付けながらですね、まあ、ちょっとアクセントを入れてあげるのもいいかなと思うんですねコー、まあの部分はポリエステルとポリウレタンを使っていまして、まあ、かなり伸縮性がありますでこれまで またですね、タッチパネル対応してるので、手袋をしたまま結構そのまま操作ができますし、結構動きやすいですよね。なので、僕はちょっとこう、外でアクティブに動きたいなという時には、ノースフェイスの方をすることが多くて、ちょっと小切れな着こなしにしたいなという場合ですね。ロング丈のコートだとか、そういったものの場合は、先ほどご紹介したシップスの手のひらの部分にはレザーが施されているものですね。こっちの方が相性がいいかなと思うので、まあ、着こなしに応じて、まぁ、あ、一個つ,つでいいので、揃えてあげると、 バランスがよりいいんじゃないのかなと思っていますまあ、決して派手なアイテムではないんですがこういった手先ですねしっかりと質のいいですね手袋が配置されることでだいぶ着こなしも高見えしてくるかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて3点目はですね、靴下ですね。着こなしの中でそんなに目立つアイテムではないんですが、ふとした瞬間に覗いた時に、靴下が秋冬仕様で、ちょっとアクセントがあったりすると、やっぱりおしゃれに見えるんですよね。ですので、こういった細部まで気を使えるような大人になりたいなと僕自身も日々感じているわけなんですが、まあ、皆さんにお勧めしたいのはですね、例えばですね、ユナイテッドアローズのミックスソックスのような、グレーですとかブラックを基調としたような、 ちょっとですね、混じり気のあるような靴下ですね。これがまさに秋風っぽい雰囲気が強く出せるので、個人的には一押しかなと思っています。まあ、こちらのソックスはですね、リブ編みになっていまして、まあ、縦にこうラインが走るんですね。これによってちょっとスマートな印象にもなりつつ、色の混じり感ですね。今こちらに映し出している写真というのは、ブラックという表記ではあるんですが、まあ、正直ブラックというよりもグレーがメインになっていまして、その中にブラックが混じるような形で、すごく 僕ですすね風合いいいととしててててはは素朴なな感じが出ていて個人的には冬に冬ぴっったりの靴下かなと思っています結構僕は靴下はユナイテッドアローズのオリジナルを買うことが多いんですね結構オリジナルブランドの中でも靴下すごく展開が広くてですねなおかつ履きやすいですし色の細かな表現だとかあとはボーダーソックスなんかも好きなんですがその風合いがまあ圧倒的にユナイテッドアローズ使い勝手がいいものが多いのでぜひ、まあ、皆さんもチェックしていただきたいなと思います、まあ、このようなブラック グレー系の,ものであれば僕がよよくお伝えするようなブラック系のパンツですとか、あとは靴で言ったら白系のジャーマントレーナーですとか、あとはニューバランスのグレー系のスニーカーとも相性がめちゃくちゃいいので、これ一足持っておくだけでもかなりバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、価格が2200円とあんまり安くはないので、ちょっと気軽に買いづらいという方は、まあ、個人的にはユニクロのですね、50色ソックスっていうのがあるかなと思うんですが、その中でのカラーはゼロ のののググレレーーでですすねねこれままたミディアムグレーぐららいい色色味をとし、ね、しななながらちょっっ混じり気のあるような色合いになってまして結構ですね、チら見えした時にもバランスがいいので、まあ、こういったもので代用してみるのもいいかなと思います。価格はもう一気にですね、お手頃になりまして、290円ぐらいで買えますので、まあ、こういったものを使いながら、いつもだったら、まあ、僕は白ソックスなんか履くことが多いんですけども、秋冬らしいですね、グレー系のちょっとこう、木感があったりだとか、混じり気のあるようなソックスですね。こういった いったものをですね皆さんも取り入れていただければなと思っていますはい続いて4点目はですね今僕もかけているんですが メガネですね。まあ、このようなアイテムはですね、結構冬場に持ってくると着こなしの雰囲気がガラリと変わるので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。もちろん普段からメガネをかける方であれば、メガネというものにある程度ですね、こだわりを持ったり、投資をされていたりするかなと思うんですが、僕自身もそうなんですが、そんなに目が悪くないので、ラガンなんですよ。なので、こちらのメガネはですね、伊達なんですね。だけど、こういったものを取り 取り入れることでだいぶ買う。前の印象は変わってくるので、僕は結構日常的にこのようなメガネをすることが多いです。多分外出する時には。 8割以上はですね、メガネかけてるかなと思うんですが、まあこういったもので少しですね、変化球をつけてあげるのも、冬の着こなしの一アクセントになるかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。で、具体的にお勧めしたいものはですね、アーバンリサーチで取り扱いがある、カネコオプティカルのですね、アーバンリサーチ、これ別注でやってるものなんですかね。このメガネですね、結構今僕がかけてるものと近い形かなと思います。こちらはアイヴァンというブランドのものなんですが、 まあ、長らく愛用しているモデルなんですが、結構ですね、金子オプティカルも作りがものすごく良くて、僕もこれまで何度か購入してきているブランドなんですね。まあ、こちらのモデルに関しては、基本はセルフレームになっているんですが、こういった、こう、両目をつなぐブリッジの部分だとか、横の部分ですね、ここが金属になっているので、ちょっと異素材ミックスというところで、雰囲気がですね、今っぽい形で表現されているのかなと思います。で、個人的には結構メガネの形としては、 タイプもも好好ききななななんんでですすががボストンのののよよううちょっと丸みのあるね、まあ、こちらもそうなんですけども結構両者は近いようなメガネの形になってるかなと思います。丸みがあって少し印象としては柔らかさがあったりだとかクラシカルな雰囲気になるので、まあ、ちょっとこうメガネを小物として使うにはややですねこういった方向に振ってあげるのもなかなかバランスがいいかなと思います。まあ、いくつかカラーの展開がありましてセル部分がブラックでレンズがクリアなものとあとはですねセルがブラックで で、レンズ自体にうっすらとグレーが入っているもの。この二つが個人的におすすめなんですね。まあ僕が今かけているこちらもですね、実はカラーレンズが入っていまして、もうほとんどですね、透明に近いようなものなんですが、うっすらブルー系のレンズが入っています。こういったものだとファッション性の高いですね、メガネとして使うことができますし、ややトレンド感というところですね、取り入れることができるので、まあぜひおすすめしたいんですね。色が濃すぎるものだとさすがにですね、サングラス感が強くなってしまって、 ちょっとイカつくなってしまうんですが、うっすらとしたカラーレンズぐらいだったらすごく使い勝手がいいかなと思うので、まさしくこのブラックグレーは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。結構レンズの濃度が変わるだけで全然印象は変わるんですね。僕が今かけてるものはすごく薄いものなんですが、それよりももう一段階濃くなってくるとこんな感じなんですね。 だいぶカラーレンズ感が強まるかなと思います。まあ、個人的には日常で使うにはこっちの方がいいかなと思ってまして、ちょっとオシャレをして出かけたいなという時にはこのような少しカラーレンズの濃いものを入れているんですが、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、こちらのアーバニサーチのものはブラックグレー、そんなに濃くなくてすごく使い勝手がいいかなと思うので、こういったものを冬の着こなしの中に取り入れながら少しアクセント要素をですね、楽しんでいただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目の冬小物なんですが、ちょっとですね、靴、まあサンダル系をご紹介したいなと思っています。これは僕自身最近買ってめちゃくちゃ良かったアイテムなんですが、 すぶのですね、サンダルですね。皆さん、このブランドをご存知でしょうか、えー、日本のブランドなんですが、まあ、創立したのが2016年ということで、まあ、そこまで古いブランドではないんですが、ここ数年、一気に知名度を上げたような、まあ、サンダルのブランドかなと思います。まあ、サンダルというと、主にですね、夏に履くイメージが強いかなと思うんですが、すぶのサンダルは秋冬向けになっていまして、まあ、履くだけでですね、暖かさを感じるような、そんな作りになっているんですね。内側にはですね、 4層のインソールがが使わわれていてい履くとかかかるんんでですすもうふかふかなんですよねこの感覚は夏のサンダルにはちょっとないかなと思います。そして室内で履くようなサンダルともまた全然違うので、かなりですね、履き心地はいいようなサンダルに仕上がってるかなと思います。そんなすぶとこれ、ナンガというですね、日本の寝袋ブランドがあるんですね。まあ、キャンプをやられる方であれば、ナンガの名前は聞いたことがあるかなと思うんですね。まあ、最近ではナンガ、ダウン、 なんかも作ってていまして結構ですね、名前を知ってる方も増えたかなと思うんですが、その両者がですね、タッグを組んだ一足になってまして、表面には南ンのですね、もう代名詞と呼ばれるような、オーロラテックスの素材を使った、まあ、モデルになっていまして、これはなかなかですね、バランスがいいなと思います。内側もちょっとこう、鴨柄になっていたりだとか、ま細部まで作り込まれていますし、あとは、まあ、控えめな粒のロゴと、ナンガのですね、この山をモチーフとしたようなロゴですね、これも もう僕はですね、一つのアクセント要素としては、すごくバランスがいいなと思ってまして、なかなか買って良かったアイテムかなと思います。まあ、ちょっと贅沢ではあるんですが、これ僕はですね、室内履きとして使っています。まあ、事務所でこれをですね、毎日履いているんですが、まあ、結構室内履きだとかサンダルって長く使えるようなもので、この仙台のものはですね、3年半ぐらいかな使いましたね。結構ボロボロになるまで使ったんで、まあ、それなりにもう秋冬に関しては、 毎日使うようなものなので、ちょっと贅沢をするのもいいんじゃないのかなと思っています。もちろん外履引きとしても活躍しますし、アウトドアですね、キャンプなんかでも活用できるので、僕は主に靴下で履くことが多いんですが、めちゃくちゃ便利なアイテムだと思います。まあ、履くだけで旬な雰囲気も出せますし、一個あるとすごくですね、気分が上がりやすいようなアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、なかなか貴重だと思います。すぶとナンのコラボレーションも含めて、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、冬の着こなしを爆上げしてくれるですね、冬コムの5000ということで、皆さんにご紹介させていただきました。どのアイテムに関しても、今年だけというものではなくて、これから先、複数年使えるようなものばかりなので、ぜひ皆さんもですね、気に入ったものがあれば、まあ、一時点だけでもいいかなと思います。着こなしの中に取り入れるだけで、だいぶですね、いつもの着こなしからアップデートができるかなと思うので、トライをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に メンンズファッションのてもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でもしっかりと解説をしています大体いいですね週に1回から2週に1回ぐらいのペースでライブ配信もやっていまして結構皆さんとワイワイと楽しみながらですねコメント返しもやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかゆっくりと動画を を見る機会がないいい方ののためにオンンンラインサロンというものも開催をしていますこちらの方では、文章と写真ベースでサクッと読めるような記事をですね、1日大体5、6件ぐらいですね、配信をしていまして、僕も2記事くらい出していますし、僕以外のスタイリストの方も多数所属をしています。また結構ですね、参加をしている皆さんも記事の発信ができたりして、おしゃれが好きな男性がですね、ワイワイと楽しめるようなコミュニティになってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。